並越県とは、愛知県名古屋市森山区に本店がある和菓子店。法人としての名称は並越株式会社。1927年創業。以前は、JR 名古屋高島屋など、愛知県内に、数店舗、愛知県外では、駅 U と上野にも店舗があったが2016年頃から、縮小、中日ビルにあった、並越茶化が2018年8月19日に、 閉店したことで、常設店舗は本店のみとなった。どちらも2019年9月で生産終了しているが、鬼ゅうや手作り動物園で知られていた。手作り動物園は、動物の形をした直径3センチメートルほどの小さなゅうで、その可愛らしい見た目からインスタグラムなど SNS で話題となった。案の代わりにチョコレートを包んだ、 プレミアム動物園も販売されていた。AB 可愛すぎて食べられない上野並子市験、動物園まんじゅう AB 並子市験、動物園は、名古屋の人気土産。種類や、賞味期限は並子市茶ゃが2018年8月19日をもって、閉店する模様。AB は菓子店、並子市験の、動物園が可愛くて、インスタ映え。どこで買える 名古屋のお土産といえばこれ。おすすめの定番品からユニークな人気商品を紹介。可愛らしいけど味は本格的。並子試験、プチ饅頭、手作り動物園、ウィキメディアコモンズには並子試験に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。